うございます。ありがとうございます。前回の競争からこの高知まで、どれくらいに座ったの？中4日でした。中4日、はい、ということは調整程度ちょっと詰めに今やってきました。やってきた、はい、ということはこれは地元やけという気持ちがあるわけか。やっぱり認めもらえないことせないと思うで、それで明日ね、はい、この誰か神奈川県の選手木村君、はい、木村君の後ろに大崎君がつけると、はい、多分つけると思うけど、はい、その後ろの、はい、で横山君が行くということやろ。あ、はい、行きます。でこの後ろで3番手で今の気持ちとして、ゴールまでついていく自信はある？頑張ってついていきます。はい、ついていく、はい、うん、まあ、このね気持ちが欲しいね。やっぱり3番手にいて、この木村君がなかなか強い選考やね、やきこれで突きにくいというところもあると思うけど、これは地元ということで地元の応援と、はい、嫁さんがこれだと応援しやねんかい。シュロシュロと、うん、マグロ嫁さん気合が入るね。ほんでこれで3番手をきちっと守って入っていくと、はい、自分が危険という気持ちで走ってくることということだよね。はい、それから体調も8、はい、いいです。はい、はい、で明日は3レース、はい、しっかり頑張って、はい、横山君がねファイトになるところが運動の目線は見よったけどね、ちょっと陰りが見える気、はい、ここでもう一回、奮起して、はい、頑張ってほしい、はい、ね、はい、バリになるところを見せて、はい、うん、コーチの先生にも気合いじゃないやん、横山君。はい、わかりました。今度は一番年上やん。はい、はい、そうですね、はい、頑張ってよ。はい、ありがとうございます。コーチ経理ね、はい、でいつもよくここで話をするけど、予定日焼きその次は2日目以下だったり2日目はどうのこうのというよりか3日間頑張ってよ。はい、わかりました、ね、はい、どっかで何時間もないて、はい、わかりました。頼んで、はい、あの男やけどね、はい、うん、それからこの3日間、応援の週に頑張ってください。はい、はい、どうもありがとう。はい、ありがとうございました。